こんにちは、ダイスです。今回はスカーレットバイオレットダウンロードコンテンツゼロの秘宝番外編が終わったということで、スカーレット側で戻ってきてるであろうスグリ君とゼイユちゃんのところに行ってみようと思います。あ、ありましたね、スグリの部屋解禁中と。ちょっとじゃあ部屋から行ってみましょうか。ゼイユちゃんの部屋にはもともと行けるようになってたんですけど、スグリ君の部屋に初入室しました。え、めっちゃいっぱい書いてある、何あれ。ん？あ、なんか兄弟一緒だね。なんかね、いろいろチョコレート食べてる感じになってますね。チョコ好きなのかな。チョコレートのお菓子がいっぱい散らばってる。しかもなんか食べ終わってる感ありますよね。もしかしてご飯の代わりにしてた？え、スグリ君ってこんなに、え、あれ、もう、あれ？なんかもうちょっと綺麗好きイメージだったんだけどな。片付けしよう。ラムネめっちゃ飲んでる。ラムネ好きなのかもしれないですね。あとボール結構ありますね。モンスターボールここに1個あるし、奥のテーブル内にもモンスターボールだったりスーパーボールだったりハイパーボールだったり傷薬とかのインドメタシン系とかのいろいろあります。あ、プレミアボールもあるし、やっぱりラムネ。あと勉強熱心ですね。めちゃくちゃ勉強してる映像がある。これほら、右側の壁にも落書きしてありますよね。まあ左もそうなんだけど、これもしかしたらあれかな、ボールこっから投げるといいことある的な。え、なんであれなんだろうね、あの戦闘するところに書いてあるっていうか、バトル場にあるんだろう。何書いてあるんですかね、ちょっとわかんないけど、ダブルバトルだとこういう風にやっていくみたいな感じかな。あとは、うわ、ここすごいですね。なんでだろう、これあれかもしれないですね、柿翼さんを中心に分析したのかな。ポケモンの強みや弱点が細かく分析されているってなってるんですけど、ここにある4体のポケモンのうち、柿翼さんが使ってるのがフライゴンも使ってたはずだし、ブリジュラスも使ってますよね。もしかしたらそうなのかもです。勝てるようにしたくて、この2体だけもしかしたら鬼門で分析してる可能性ありますね。すごいな、スグリ君。ちょっと他触れるかな。あった、机の上は戦闘の資料や技マシンで散らばっている。技マシンディスクちょっとわかんないけど、あれかな、黒いケースの上にあるやつかな。あとあれですね、北上のフラッグとオーガポンのあのお面ね。あとこれなんて書いてあるのかわかんないけど、習字なんて書いてあるんだろうね、ちょっと読めないけど日本語っぽい感じにはなってますよね。山だけ読める。鬼山、鬼ヶ山って書いてある、ちょっとわかんないけど、こんな感じで、すごいお部屋ですね。もうとりあえずあのチョコ好きだっていうのが分かりました。ゼイユちゃんの部屋と比べると、いや待って、ちょっと見逃してた、ベッドのとこにさパーカーが置いてあるよ。古い文字が描かれたデザインのベッド、デザインベッド、これあれですね、多分北上のベッドなのかな、古い文字だから。もしかしたらそうなのかもしれないですね。すごい。いやー、ラムネ好きなの知らなかったです。で、まあ解禁になったのは結構前なんですけど、青のエマストーリー後だったような気がするけど、ゼイユちゃんのとこと比べると、やっぱチョコレートは好きなんだね。チョコレートのお菓子がいっぱい並べられている。チョコ好きなのは変わらないんですね。やっぱ兄弟だな。こっちの方がまあスッキリですよね。あとね、ここ、写真アップにちょっとできないのあれなんですけど、おじいちゃんとおばあちゃんと多分スグリ君とゼイユちゃんとかの写真も一個あったりするんだよね。友達となのかお母さんとかなのか分かんないけど、いろんな写真がありますね。でこれね、水しぶきがかかりそうな勢いのある水墨があって、こっちは水墨画があって、ゼイユ君の方にはこの何て言うんだろう、習字自体のやつがあるから、もしかしたらそういう感じなのかもしれないですね。好きなものがね、やっぱり兄弟で近いんだと思います。はい、じゃあ次、リーグ部出てくるかどうか分かんないんですけど、行ってみましょう。いてくれたらいいんだけどな、もう復学をしてるってことだからね。あ、ゼイユがいる。これなんか聞けるんじゃないですか。さっき男の子に呼び出されてなかった、あー見られてたっていうのもしかしたら告白？ええ、この目でバッチリとね。一
人気のない教室でお話をされそうになりまして、ちょっと怖いよね。お話そう、なんかちょっと怖いよね、取り方としてはね。まあ、告白な気がするけどな。詳しく聞かせなさいよ。あ、でも全然だよ。何？パパの名前出したら逃げてっちゃったから。あ、うーわー、あんたって意外と性悪いよねっていう話ね。あんたから挨拶に来るなんて気が利くようになったじゃない。すぐと一緒に私も学園復帰したから、私のこと見つけたら2秒以内に声をかけるように。わかった、と A がある。あの A ってとこか。あんたの嫌がる顔最高にいいわね。あー、しばらく北上にいたから学園がゴミゴミして見えるわ。なんか言い方がすごいな。キビキビしてたのにね、北上ではキビキビしてたのに学園に来たらゴミゴミしてるになってる。水力タウンって何にもないからそこがいいんだけどね。すごいね、番外編でのお話もちょっと聞けましたよ。暇そうね、私が勝負してあげよっか。これでね、善友ちゃんたちと勝負ができるようになってるので、してみましょうか。あ、待って、手持ちが3体しかいない。行っちゃった。私今手持ち3体しかいないんですけど、やばくないですか。負けたらでもどうなるのかもやったことないんですよね。ちょっとやってみよう。6匹いないんですけど、3体しかいないんだけど、大丈夫かな。ダメな気がするけど、もうしょうがないですよね。やってしまったものはしょうがないんで、やりましょう。3体しかいない。しかもあのレイド用でちょっと作った子を整理したくて入れてたから、原太鼓2人組なんですけど大丈夫ですか。しかも鉄の回のあれですよ、これしか持ってないんだよ。すごくない？入れ替えしたからね。やば。でもしょうがないからドテカバシして、転がるしかないからね。すごくない？じゃあ丸くなるしとこ。いけるかどうかわかんないですけど、ずっと転がってもらえますか。わー、怖い。丸くなります。はい、防御あげます。雷パンチ一発でいけましたね。これはね、ちょっときついものがあるんですけど、ちゃんとね、勝ててからお話また聞きたかったんだけど、まあしょうがないですね。本編ではね、見なかったゼイユちゃんの手持ちがここで変わってるかもしれないのが気になりますね。あ、キュウくん使ってる。どうしたらいいんだろう。本当はドレインパンチが入ってて欲しかったけど、ないんでね、しょうがないですよね。鉄壁っていう感じではないよね。グラエナがちょっと鉄壁系だけど、剣の前しとこっか。でマリルリは転がる。はい。マリルリは転がってみようと思います。あ、やけどされちゃった。まあ、しょうがないかな。完全私のミスですね。手持ち確認してからやればよかったのに。皆さんは気をつけましょう。全くもって確認せずやるからいけないんですよ。まあ、マリルリちゃんの場合はね、ずっと転がってくれるはずなので、まあいいことにしますね。やけどダメージ、剣の前下からグラエナにして、神通力だ。困った。あくびしないでください。もう本当に挑発ないんですよ。はい、転がる。これでキュウコンを倒す。まあ貝殻の鈴持ちなんでちょっとだけは回復するんですけどね。で雷パンチで貝殻の鈴で回復。本当にドレインパンチなんでないんだろう。まあ、しょうがないですよね。やってしまったものはもうしょうがないので、このまま行きましょう。次、モルペコ。うわー、マリーちゃんを思い出しますね。モルペコか。雷パンチじゃこっちに入れて、もうしょうがないから、麻痺は受けましょう。マリルリの転がるにかかってる。光の前歯。大丈夫だね。雷パンチでグラエナ倒す。3体でいけるのかな。ちょっといいペースではありますよね。もうこれしかないんだけど、しょうがない。さあ、転がれない。転がれなくなってる。マリルリちゃんちょっと悲しいな。しょうがないですけど、
もう何回も言いますけど、やってしまいました。お、ズルズキン。レベルは上がってそうだよね。何レベルかわかんないけど、手持ちのレベルはきっと上がってるんでしょうね。80になった、上がってる。雷パンチしかないんだよ。なのでこうするしかない。でアクアブレイクをモルトコにかけよう。羽爆弾効果抜群ですけど、一応ね防御は丸くなるで上げてることになってるから、まあとりあえずはいいでしょう。雷パンチで麻痺ついたの久々なんですけど、体がしびれて動けないターン多くないですか。 25% ですよ。もうちょっと動けると思うじゃん。動けないんだけど、どうしよう。頑張れ。何にもできないマリルリちゃん。雷パンチ、アクアブレイクしたいよね。オーラ車を受ける。あー倒れちゃった。残りもう1体しかいないんだけど。あの常に手持ちは6体入れておくべきですね。これはこればっかりはもう6体入れておくべきです。じゃないとこうなります。困ったことになりますね。よし、次。ハラバリーなんだけど。ハラバリーしかいないんだけど、こう電気技しかない2匹なんだけど、もうしょうがないですけど。あ、アシッドボムあるね。もうここだってさ、テラスタルするしかないよ。あ、鉄のカエナにも入るんだ。ちょっとダメだね。いやでもなんかやっておくべきかな。頑張ろう。だってここしかやるとこない。この子しかやることないんだけど。大丈夫なの。レイド用ハラバリーですよ。普通にあの周回しようと思って入れ替えしてたのがちょっとね、やってしまいましたね。確認してからやればよかったんだけどな。頑張れハラバリー。電気に変える。で雷パンチね。鉄の階段をね倒すのはちょっと得策じゃないので、パラパラチャージはちょっとやらない方がいいと思うんですよね。お、急所当ててくれてる、ありがとう。これでやっていくしかないかな。カバラ割り大丈夫大丈夫。ちょっと我慢ですね。ここはパラ割りに我慢を強いてやっていきましょう。いや、冷や水か、足棒か、冷や水か。まあ、じゃあ冷や水にしよっか。うっすんばらしね。回復したいな。パラボラチャージしたいけど、もうしょうがないですよね。よし、やっと倒した。急所ありがとう。道具でね回復させてもいいんですけど、ゼイユちゃんはもう使わないからね、こちらもそこは使わずにやろうと思います。いや水、オッケー。え、これ3体でもしかしたら勝てる、勝てる可能性出てきました。あ、根性でやけど直してる。すーごい追い込んでくる。余裕かましてんのも今のうちよ。ヤバソチャ、あ、来た来た。ヤバソチャが最後？え、勝てるんじゃない？足棒。もしかしたら勝てるんじゃない？あんただけ目立たせない。私だって照らっちゃうから。先にテラスタルしてるとこれ言ってくれるんですね。ちょっとセリフ変わるのかな。テラスタルをしてから受けたことって今までなかったんですけど、もしかしたら変わるのかもしれないです。知ってる方ぜひコメントで教えてください。3体で勝てるのかって初なんですけど、なんかいけそうな感じはする。かき回せられさせたいでしょ。神々や、かき回されたいでしょ。シャカシャカ砲、これ大丈夫かな。お、カイナちゃん1持ちこたえてる。偉くないですか、うちの子。うちの子ちょっと偉いですよ。
ね、私もピンチで泣きそうなんだけど。頑張れ。今一つだけどしょうがない、これしかないですからね。カラバリーも頑張って。アスリートボム。お、草だからね、変わるんでね。これでどこまでいけるか。シャカシャカ砲持つかな。カラバリー、カラボラチャージを使わないって、あ、持ったね。カラボラチャージ使わないっていうのがもう厳しいんですよね、そもそもが。ダブルバトルだからね、味方も倒しちゃうので。アシッドボムでうまくいければ、まあ、電気テラスなんでね、意味わかんないんですけど足棒でうまくいければ倒せるかもしれない。うわ、ギリギリだけど倒せた。3体でもいけたて。技構成めちゃくちゃですけどね、通常にバトルするんだったら。意味がわからない感じでしたけど、ギリ勝てました。ほんとギリだな。ありがとうぜゆちゃん。実質私の勝ち。え、いやでも勝ちだと思う、6体いたもん。実質はね、今回私の勝ちで合ってると思う。あの技が当たってたら私が勝ってたと思うわ。この私に土をつけるなんてあんたからいよ。あ、ちょっと待って、ご褒美にあれあげるわ。もらえるのあるんだ。ジョークグラスかっこやばそうじゃ。何それ。そのメガネあんたにお似合いよ。これから一生かけてなさい。ジョークメガネ。ちょっともう一回。あんたも学園にもリーグ部にも普通に馴染んでるってビビる。スパイとか向いてるんじゃない？それはちょっとわかるかも。すぐと違って私がなまってない理由？私がイケてる女だから。ただそれだけよ。あとは？ウーガポーは元気にしてる？お面取り戻したいでトモコたちやっつけたの。懐かしいわね。ウーガポンだけ。すぐと違ってなまってない理由？そうそう、ウーガポン元気にしてるのとこ。あ、変わんないんだ。ここは変わんないみたい。これで全部らしいですよ。おお、声優ちゃんしかいない。何の話してるの。赤松、あんたすぐとクラス一緒よね。一緒だよ。そうなんだ。すぐはその復帰してからどう。勉強して話して勝負して普通だよ。ん、あー、そう、意地悪とかはされてないよね。お姉ちゃん優しい。うーん、前が前だったから怖がってるやつはいるけど、今のすぐりは接しやすいからそれでいいじゃんね。俺は好きだよ、赤松くん。いい人。あんたバカだけどいいやつ。そう思いました。なんで悪口言った。え、あ、まあちょっと悪口になっちゃってる。はい、っていう感じです。せいゆちゃん、あんたさ、何？私がそのキビキビって踊ってるとこ、うん、動画とか撮ってないわよね。動画機能がなくて撮れなかったんだけどね。ゼユちゃん、録画っていうのはしてあるんだよ。ほほほ、撮ってないと実話があるから。実話にしてもいいですか。実はね、はぁ、ちょっと今すぐ消しなさい。いや無理、嫌です。写真なんか残ってたら有名になった時困るんだから。いいじゃん。結局あのモモワロってポケモン一体何だったのよ。鬼だよきっと。思ったんだけど雰囲気的にトモッコに似てない。似てるね。そうかもとそうかながある。そうかもとそうかな、どうしようかな。そうかなって聞いてみようか。そうかな、絶対そうよ。なんか関係あったりして。いや、あるんだけどね。うん、でもポケモンに直接聞けるわけないし、公式さんがね出してたよ。ゼユちゃん、真相は闇の中ってことね。まあでも真相は闇の中なんだけど、公式さんが出してたよ。あんた暇そうね、勝負してよ。いや今ね手持ちがオーガポンしかいないんですよ。またこれが私の誘いを断るなんて一生後悔するけどいいんだって言われました。はい、まあとりあえずゼユちゃんの話はいろんな人とお話ししてるのが全部違いそうな感じしますよね。これはもうちょっと回しましょう。もうちょっと回したい。これはお、来たー来たー。すぐりくん、すぐりくん大丈夫？授業とかついていけてる？太郎ちゃん優しい。
実は分かんねえとこ結構ある。休学中勉強してなかったから。それはしょうがないよ。赤松に聞いても全然ダメだった。同じクラスって言ってたもんね。あいつも分かんねえみたい。あ、それもしょうがないね。え、私教えられるよ。去年のノートも貸してあげる。優しい。え、いいの？俺なんかに。ぷぷー、俺なんか良くないと思います。え、いいな、この二人の会話。仲間なんだからいっぱい頼ってほしいな。うん、ありがとう。待って、笑顔のさくりくん嬉しい。じゃあちょっともうちょっと聞いてみましょうか。さくりくん、大豆だだよ。学園久しぶりに来てみた。意外とみんな普通に話してくれる。柿つばただけはニヤニヤしながら俺のこと見てきたけど、ちゃんと謝った。今までのこと悪かったって。よかったね。うん、よかった。大豆のおかげだな。しばらく休んでたから遅れ取り戻さねえとって言われたよ。俺と勝負しよう。あ、わかりました。じゃあすぐりくんとの勝負戦ね、行ってみよう。んだわ、エントランサー行くべ。すごい北上の鉛になってるのが嬉しい。今までちょっと違いましたもんね。まあ、ちゃんとですね、手持ちのポケモン入れてきたんで大丈夫です。オーガポンもね、出してみようと思います。ポケモントレーナーのすぐりが勝負を仕掛けてきた。よっしゃ、やってみよう。行け、オーガポン。頼れる相棒ニンフィアってなってるんですけど、このオーガポンに関してはゾロワークです。ハッピータイムしとこ。ニンフィアちゃんはハイパーボスだね。オーガポンの ハッピータイムいいですね。なんかお金ばらまいてる感じがちょっと似合うから嬉しいかも。最高キネシス。まあゾロワークになっちゃった。しょうがないですね。で、暴風。ごめんね、ゾロワーク。ありがとう。次はね、本物オーガポンをね、出しとこうと思います。すぐりくん、なんか言ってくれるかわかんないので、出しましょう。なんか言ってくれるかな。あ、ちょっと失敗したね。ゼロの秘宝の、テラパゴス入れてくればよかったかも。まあ、特に何もないですね。ウッドホーンしとこっか。いや、じゃれつく。じゃれつく、巻き飯かな。多分ニーフィアがね、倒してくれると思うので、こうしとこう。巻き飯。これでニーフィアのハイパーボールで倒れる。オッケー。海流も倒れる。ポリゴン Z とすぐりくんの投げ方したいんだよな。あとガオガエンね。じゃあやってみよう。巻き菱ダメージ結構地味に痛いですからね。威嚇で攻撃が下がる。ニンフィアも下がる。オーガポンちょっと下がっちゃうのは困るけど、下コンボで大丈夫でしょう。で、ハイパーボイス破壊構成してくるの。21しかない。ウッドホーンにすればよかったですね。スターコンボ、はい。ガオガエンが倒れる。ハイパーボイス、よし、倒れた。オッケーオッケー。先出しポケモンがいなくなればなんとかなるかも。苦しいけど楽しい。こっから再スタートだ。セリフが入ってますね。しかも爽やか、すごくいいと思う。オーロンゲとカミツオロチ、はい。これでテラスタルが入るはず。じゃあ頑張ろう。回避率が下がる。速さがちょっと分かんないから怖いけど、ウッドホーンしてみる。
オールオールにウッドホンかな。でハイパーボイス全体かな。ずっと変わらない気持ちさ、今テラスタルに込めて、もう勝ちたいって気持ちってことだと思う。これちょっとやる気なさそうな顔になってるね。もっと楽しそうな顔してほしかったんだけどな。無表情に近いスグリ君でしたね、今投げるのね。もうちょっとなんか楽しそうな顔してほしいけど、真剣な眼差しってことでいいのかな。こっちはね物理だけど大丈夫なんですよね、ハイパーボイスも当たるから。とりあえず、はい、あー惜しい。オーロンゲだけ倒れて、過密オーロチはちょっと残っちゃいましたね。残念。多分大丈夫だと思うので、これでいけるはず。ウッドホーンね、終わりかな。ありがとう、いけましたね。過密オーロチは倒れた。つぐりくんありがとう。最後のセリフどうなるでしょう。ポケモントレーナーのスグリとの勝負に勝った。あ、笑顔だ。勝負さできて嬉しかった。これは嬉しいね、ありがとう。こんな感じになりました。これは嬉しい、楽しかった。やっぱり俺が憧れるダイソーは強えな。なんかあげたい。そうだ、ブルーベリーカバーブラックをもらった。俺スマホさまだ持ってねっからあげる。まだっていうことはいつか持ってくれるような気がしますよね。これ持ったらアドレス交換しようね。方言出すのかっこ悪いってしばらく我慢してたけど、にへへ、吹っ切れてからどうんでも良くなっちまった。方言出すのかっこ悪いってしばらく我慢してたけどの話しかないのかい。方言出すのの話しかないのかい、すぐりくん。俺の寮の部屋今見ると恥ずかしい。焦ってた時のまんまだ、早く片付けねえと。これね、さっき見てきたやつですね。鬼様はオーガボンは元気してっかな。一緒ならきっとずっと幸せだな。こんな話が聞けるなんて嬉しいです。この3種類かなね。方言めっちゃ言うよね方言ばっかりになっちゃってるけど、多分最初の感じだとこの3種類みたい。もうちょっとなんか他の方との会話聞きたいですよね。ちょっと回しましょう。すぐりくん出てくるかな。ゼンユちゃんもね全パターン見たいんですけど、ちょっと難しいかもしれないから次のすぐりくんを探したいと思います。お、ゼンユちゃん来た。この2人仲良しなんですよね。はい、北上土産、蜜入りりんご、いつも感謝。毎回リンゴで飽きない？餅もあるわよ、餅。え、北上のリンゴは格別、餅は結構。あ、よかった。確かによそのリンゴとは甘みが段違いかも。糖度が高くて美味、加えて鮮度も長持ち。ネリネはデッサンにも用いる。デッサン、あ、そういうことか、色つくってことかな。ネリネ絵描くもんね。いつか木になっているたくさんのリンゴを描きたいな。今度おいでよ北上、私が案内してあげる。楽しみ。この仲良し2人組の会話ほっこりしますね。あんたから話しかけてくるなんて感心ね。あの音すぐとはどう？お話ししたよ。仲良しって言っとこっか、仲良し。うん、ならよかった。あの子今学園のこととか部活のこととかいろいろ頑張ってるから支えてあげて。まではいいや、前みたいに仲良くしてあげて。もちろんとゼイユが言うならって言うから、ゼイユが言うなら。そうよ、私のためにしっかりと寄り添いなさいああ、私も過保護すぎたかもね。これからはすぐのこと適度に見守ることにするわ。ちょっと寂しいけどお姉ちゃんだもんね。あ、3回話したら来たよ。話してたらなんかしんみりしちゃった。あんたちょっと責任取りなさい。そうね、ポケモン交換付き合いなさいよ。嬉しい、はい、交換しましょう。いい心がけね。私はチャデスで行くけど、あんたはどうすんの？え、あんたどうしよっか。え、あんたどうする？ミカルゲする？
イカ投げしてもいいんだけど、そうだな、ゼイユちゃんが欲しそうなポケモンって何がいるかな。北上の子じゃない子にすればいいですよね。パルデアにしかいない子。ノノクラゲってどっかいましたっけ。ヤバちゃんにしてみよっか。ヤバソちゃんいるけどヤバちゃんいないよね多分。あ、でもタロちゃん持ってたな、ヤバちゃん。ってことは見たことあるかな。でもまあいっか。あんたのヤバチャと私のチャデスを交換すんのね。うん、そうする。ポットデスの方が良かった。ちょっと失敗どうしよう、いろいろ考えた結果だったんだけど、ポットデスの方が良かったかもしれない。まあでもチャデスだからいいよね、進化してないから。ゼイユからチャデスが送られてきた。ありがとうゼイユちゃん。どうなるんだろう。ん？あ、すごい。あ、でもあれだよね、ここヤバじゃかって言ってるとこのセリフみんな変わんないよねきっと。あんたにしてはいいってもんね、大事にするから心配しなくていいわよ。はい、3回終わっちゃった。いや、勝負はいいです勝負いいです。ネリネさんってどうなるんだろう。質問があります。スグリとはどのような出会いをされたのですか。あ、相手の方にもお話しすればよかったかもしれないですね、失敗しちゃった。林間学校であったんだよ。そのようなイベントが、そう、イベント、確かに様子が変わる前北上に戻っていました。スグリが描いていた熱量の理由、ネリネは気になっていたのです。出会い方に問題はなさそうですね。うん、聞きたいことは聞けました、どうもありがとう。だって他は、あ、勝負になってるね。じゃあこれはいいことにします。あとすぐりくんの2回目3回目をちょっと探しましょう。来たー、1人だけど。すぐりくん、北上にペパーたち連れてきてくれてありがとな。実家で休んでる時、今までのことをずっと頭から離れなくて辛かった。だから大師たちが来てくれて本当に救われた。そんなことないよ、ちょっとおかしなこともあったけども。あったね、キビキビダンス。キビキビって言ってみる。ゼイユがっていう、ゼイユがにしてみようか。ゼイユちゃんがね、それ、姉ちゃん気にしてから言ったら張り倒されんべ。そんなに気にしてた。俺迷ってたけど決めたことあんだ、今度ちゃんと教えっからちょっとだけ待ってて。分かった。お、勝負になったね、ごめんね。そっか、分かった、ごめんね。よし、じゃあもう1回で3回だから頑張って探しましょう。誰かとお話ししてるすぐりくんもちょっと気になりますけどね。とりあえず3回目目指しましょう。いたー、ねりねちゃんとお話ししてる、これはいい感じ。俺また頑張るよ。よかった、本当にすぐりが学園に戻ってネリネは嬉しい。姉ちゃんにもネリネにも心配ばっかかけたから本当にごめんな、謝罪は不要。すぐりが今すべきことはただ全身あるのみ。んだな、ありがとう。ネリネに言い切られちまうとそうだよなって思うよ。頑張って。お、こっち向いてる。はい、こんにちは。俺な、ブルベリーグから除名してもらった。それ聞いた。どうしてと、嫌になったっていうのがあるね。嫌になっちゃったの。あ、ダイスのせいとか嫌になったとかじゃねえんだ。今まで俺強くなりたくて勝負が楽しいってことを忘れてた。だからしばらくは自分見つめ直したい。除名したんだ。仲間とも、ポケモンことも、難しいな。仲間とも、ポケモンことも、ありのままで接したいと思ったんだ。いい理由と、応援してるっていうのがあるね。じゃあ、いい理由にしてみよっか。いい理由だね。うん、ありがとな。これ、変わんないかもね。俺以外、四天王以上の顔ぶれは、変わんねっから、キロキロしてる。赤松も、都落ちしなくて、安心だ。優しいね。
でも気抜いたらダメだ。また区切りがついたらチャンピオンさ狙いに行くからな。だってまた勝つよがある。楽しみにしてる。うん。からの3回目なんでポケモンの交換が入るはず。一つだけお願いがあってな。もしよかったら俺大スタポケモン子交換させたい。はい、ぜひ。やった、俺はカチッチュさ出す。どうすんだ。そうだな、すぐりくんにか。すぐりくんに、メタモンにしよっか。メタモン交換する。メタモンにしたら私がオーガポン出して、メタモン出したらオーガポンになれるよ。ダメかな、こういう理由は良くないかな。みんなのポケモンどんなもんか見れるよっていうことにすることにします。はい、カジッチュが送られてきた。可愛がってあげてね。ありがとう。オーガポンとかね、伝説は確か送れないじゃなかったかなと思うのでやめちゃった。メタモン俺絶対大切にする。うん、ありがとう、交換させてくれてありがとうな。あ、終わった。ちょっと話そう。あ、勝負の話になっちゃった。これで終わりかな。ねりねさんにもちょっと話してみますね。ねりねさん、すぐりくん戻ってきてよかったね。相談したいことが。最近ねりねはおかしいのです。何、すぐりくんが気になるって。時折胸が苦しくて食欲も不振。ね、すぐりくんが気になる。しかし医務室で見てもらっても何ら異常がないので、もしやねりねの身に何が起きているのでしょうか。心当たりはどんな時にがある。どんな時になるの。すぐりと一緒にいる時って言って。規則性は一切ない。え、強いていれば、あ、ほら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 、来た来た来た。すぐりのことを考えてる時いいと思いますよ。この症状が起きますが因果関係は全くないと思われます。なんで、因果関係だらけと思うよ。ふう。え、今もドキドキしとる。あ、待って待って、会話進んだらねりねさんとも交換になりました。会話することで症状の緩和を確認。セラピーの効果があった。いや、ちょっと会話しない方が良かったかもしれないね、これって。なんかちょっと会話することで、会話をすることでちょっと違う方向に行ってしまったかもしれない。これなんか どうしよう、何がいいかな。そうだな、そうだな、何がいいかな。何を渡すのがいいかな。チャデスとかもらった子なんですよね、ここにいるのね。じゃあ隣にしよっか。そうだな、違うのにしよっか。チャーレムは髪型ちょっと似てない。チャーレムにする。チャーレムどうですか。髪型ちょっと似てるとこないですか。私の気のせいですか。ねりねさんと今回交換になると思ってなかったのでちょっとびっくりです。でも確かに話しかけたよね。エアムド来ました、ありがとう。ん？チャーレム素敵です、ありがとう。髪型ちょっと似てるかな。ねりねさん4つだけどチャーレム3つだけどって思っちゃった。ありがとう。ちょっと話すね。ねりねと戦闘を開始しますか。それはちょっとノーサンキューだった。室内だからね、写真が一緒に撮れないですけど、一応ね、すぐりくんとあとゼイユちゃんと交換どちらも終わらせられましたし、会話もできてよかったです。他のみんなと多分2人が会話してる時にもいろんな会話があると思うので、また今後ね見ていきたいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!